どうも、コープライド低クオリティでおなじみの桐野康夫でございます。はい、占い師大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週もまたそうですね、ピンチヒッターでまたちょっと正則さんが、はい、もう売れてきてなんとか、こんな仕事はボイコットしてるという話でですね、ということなんで、まあ、白羽の矢が立ちまして、すいません、毎度ご迷惑をおかけして、ね、すいませんけれども、いやもう本当に久々に人前でこう話すもんでいやいやいや何をおっしゃる売れっ子がいや売れっ子ないですよ全く。いやいやいや、まあ、ということで、今週もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はい、さて、まずはレギュラーコーナー、今日はどういうコーナーから。先生がバシッと言うコーナーでございます。はい、というわけでですね、はい、ラジオ交番騒動についてバシッと先生にちょっと言っていただきたいということなんですけれども、うん、はい、タレントのですね、小倉優香さんが本番中にラジオの降板を直訴したことが話題になっております。うん、仕事をなめているという意見もあれば、中にはタレントにもやりたくない仕事を辞める権利はあると庇護する意見もあります。先生、忌憚なきご意見をお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうですね、用語です、用語あまあまあいいんですけど、でいいんですけども、はい、はい、それでこれまあ芸能界には多分芸能界の何かこうちょっと普通の社会と違うものってのあるのかもしれなくって、はい、私はそういうのわからないんですが、まず一般論でいけば、まあ辞める権利は確かに誰にでもあるよなと。ただ、はい、やっぱり社会人として辞め方というものがあるだろうっていうのがね、一番まあ考えるわけなんですよ。はい、でこれ普通の例えば会社とかにしてみても、まあ、辞めるというのをこう上に伝えてきれいに辞めるってあるじゃないですか。はい、だからただね、その時に、例えば上司とかがその何を言っても全部握りつぶしてしまうというような、そういうその悪い会社であるならば、もう実力行使で直訴で辞めるとか、辞めるありだと思うんですけど、はい、ただこれっていうのはその会社側とか所属側の方にすごいそのなんだろう大きな問題があるんで、ある意味こう報復措置じゃないですか。結局はもう本当後足で砂かけて辞めるみたいな感じになるわけだから、それでもいいっていうぐらいのその腹がくくれてるんならば、まあやむを得ない場合もあるかなとは思うんですよ。はい、ただ、まあ、今回の件がね、どういうことなのか私はわからないから、あるいは芸能界のしきたりがよくわかんないからあれだけれども、はい、まず、事務所に対しても、今の報復っていう意図がないんだったら、ちょっとあまりにもそれ常識なさすぎるだろうと思うし、それから、やっぱり特にそのラジオ局であるとかね、はい、お仕事してさせてもらってる場に対して何よりもそれは失礼だろうっていうのがあるから、今後もう全然芸能に関わらないでもういいんだって、関係ないんだっていう形で辞めるならば、はい、まあまあまあありかなとは思うんだけれども、でもこういう場合ってどっかそのねラジオ局1個でこんなことしたら多分信用なくなるんじゃないかなと思いますし、ちょっとわからないですよ ね、 どういうバックボーンがあったのかがちょっとわからないんで、なんとも言えないですけど、そうなんです、僕もね全然そのまあこの方ご存じね知らないしあれなんですけども、とにかく、辞め方によってね、その後もうこの世界と全く違うところで生きていくっていうならば、ありだけれども、まあそれでも望ましいことじゃないですよ、もちろん。だいたいほら辞め時って引き止められて辞めるうちが花って言うじゃないですか。もったいないな、残念だなみたいな感じで辞めるのが花であって、いなくなってよかったなあいつみたいに言われるようじゃしょうがないじゃないですか。まあそうですね、だからね、やっぱりこの先を続きを考えるならば、はい、これは決していい辞め方とは思えないなという意見でございます。なるほど、はい、まあいろいろちょっと身近な人に相談して、ある程度こう相談してからちょっとこういう現場でいきなりっていう形じゃなければなんか良かったような気がしますけど、ね、そうですね、まあちょっとよくわからないんで、そうなんです、事情がわからないから、はい、まあ、今はあくまでも私一般論ですので、もうやむにやまれぬ状況があるんならそれはね仕方のないところですけども、まあね、というまあ一般論のやめ方話でございます。はい、ありがとうございました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。明日もよろしくお願いいたします。はい、桐野さんの締めこれが楽しみです。はい。